本日は八坂の陣拓也選手に来ていただいております、はい、よろしくお願いします。インスタグラムで質問を募集したところたくさん来ましたので、それについて答えていただきたいと思います。はい、陣拓也選手、はい、通称陣拓って言えると思いますねあ、はい、じゃあ陣拓選手で、はい、ね、早速この中から質問していきたいと思います、はい、いつから始めてますか、卓球は。あー、ちょうど今21年目ですかね。あ、はい、あ、小学校2年生の終わりとか、小学校2年か3年になるぐらいの時って感じですかね。あ、はい、きっかけは何だったんですか。父親がやってて、父と、まあ、兄と姉がやってたんで始めましたね。ちなみに、まあ、はい、僕はさっきの撮る前にも話したんですけども、はい、国際卓球さんの高田馬場店で働いてらっしゃる仁さんとは全然関係ないんですよ、はい、関係ないって言ったら出身青森で一緒ですけどね。仁さんもお会いしたことないんですけど、はい、もう名プレーヤーで同じ明治大学出身で、はい、カットマンですね。そうですね、強かった、はい、強い強い選手でっていうのは僕も知ってるんですけど、はい、僕はお会いしたこともないし全然親戚って言われるんですけど、はいはい、全然違うんですよ。だからちょっとこの場で初めましてって僕のね、やっぱ名前珍しいんで、はい、絶対親戚だと思うんでお会いしたいですね、はい、ぜひ、はい、練習についての質問、はい、練習で素振りとか練習することあります。今はやることないですね、ほぼほぼ。でもアンモニアまだ寝るときはパターンで、例えばフォア前フリックして、はい、フォアハンド打って、バックハンド打って、回り込んで打ってっていう、そのシャドープレイはやってました、はい、アンモニアまでの時は毎日6年間はい、練習の始まる前にウォーミングアップとしてそういうのもやって、あ、ウォーミングアップで、はい、そのじゃあシャドープレイをしているときに心がけてたことありますか。はい、監督からは早く動け早く動けって言われてたので、はい、しっかり早く動くことと、はい、うん、まあ、あとはと、まあ、その動きを入れた素振りみたいな感じなので、はいはい、しっかり足の運び方とかっていうのを意識してというかやってたんですけど、はい、あんまり意味ないと思います。意味ないですか、シャドープレイ。意味ないと、意味ない、難しいですよ、はい、その野球とか、僕野球選手じゃないけど、野球はやっぱよく素振りとかやるじゃないですか、はい、あ、そうですね。野球の場合はやっぱり結局ボール来て、そのボールが、はい、によって打ち方変わるんで、初めて1日目2日目とかもう1ヶ月とかって超初心者の人だったら、はい、こういう打ち方だよ、こういうもんだよっていうのでちょっとやってもいいと思うんですけど、はい、ある程度ちょっとできてきたりとか、フォア打ち続くようになった、バックできるようになったとかっていう人は、はい、そこまでやんなくていいんじゃないかなって思いますね。あ、じゃあ続きまして、今ラバーって何使ってますか。今の今は、はい、フォア昇竜でバックラクザ Z です。あ、でついこの間まで、はい、1ヶ月前までは両面ラクザ Z でした。その粘着ユーザーから質問が来てました、はいはい、あとサーブを切るコツ、はい、ありますか。何かその粘着のラバーにおいてってことですね。そうですね、基本的に飛んでいかないので、はい、粘着で切りたいんだったら飛ばない分もっと早くスイングするとか、ちょっといつもよりもちょっとだけでも1割ぐらい2割ぐらいマシでも少し強く当てるとかすると勝手に切れる。あ、まあ粘着で、まあ、そうそう、ラバーの性質上、はい、そのそうですよね、スイング早くするってのはいいと思います、ね、ああ、なるほど。サーブ練習ってどういうのをやってますか。自分の持っているサーブの種類をしっかりやることと、はい、サーブあんまり試合で使わないけどちょっと覚えたいサーブ、はい、15分サーブ練習するんだったら、はい、10分は自分の持ってる試合で使うサーブ、はい、メインとなるサーブを使って、はい、残り5分ぐらいはじゃあちょっと苦手なサーブ、新しいサーブやろうかなとか、試合でもあんまりそこまで使わないけどサブとなるサーブだけどちょっとやろうかなみたいな感じの、はいはい、入るんですかね。あ、はい、試合中にこうサーブを出すとき考えてることとかありますか。まあ、ざっくり大きく分けて2つパターンで、はい、自分が何をしたいか、はい、何を3球目したいか、はい、自分がどういうパターンをしたいかっていうことを優先的に組むサーブと、はい、相手が何が嫌がってるんだろうっていうところのをまず2つざっくり考えて、相手の返球レシーブとかやれることがちょっと読めてきたなら待てるじゃないですか、はい、だから自分のやり、自分の攻めやすいというか自分ちょっと優先のサーブとか、はい、アグレッシブに来やすいようなサーブの配球にするし、でも例えばそれが効いてるっちゃいいですけども相手に効かない場合もあるじゃないですか、はい、例えば強いレシーブされるとか、はいはい、自分が嫌なレシーブされたりとか、レシーブエース取られたとか、はい、だったらその自分のやりたいことよりも相手が嫌なこと、自分もやりづらいかもしれないけども相手もやりづらいことっていう風な方にもシフトチェンジする時もありますね。あ、まあ、僕も良くない時っていうのは自分がやりたいことばっかり優先優先でやっちゃう。でもそれって自分もやりやすいから不安が少ないじゃないですか、はい、自分がいつもやってることだから、そうですね、自分もやりたいし、はい、
自分が自信あるし、でもそれが点数につながってなかったら結局意味ないんで、はい、自分がやりづらくて違和感があっても相手もやりづらければそっちを選ばなければいけないよっていうこと、うん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 、まずそれを考えます。一番練習量どのくらいやってるかっていう質問が来てたので、はい、もう僕ももう29になって早生まれなんで、でも誕生日くればもう30の年なんですよね。年々やっぱ練習量はちょっとずつ減っていってます。その練習やって疲れるそのハッハッハッとかっていうのよりも、やっぱ怪我時間で言うと何だろう、もう1日2時間3時間とか、多くても4時間とか、中学生高校生の時は1日6時間7時間8時間とかやったんですけど、怪我しちゃったら、ね、どうしようもないし、そうですね、試合に影響出てますもんね、あとまあ自分が年重ねて、まあ、実力もちょっとずつレベルアップしていくと相手のレベルも上がってくるじゃないですか。自分が置かれてるレベルが上に行ったら相手のレベルも上がる、はい、そしたらやっぱり練習の強度とかも全然違くなってくるので、はいはい、中学校の時の僕の練習と今の練習じゃ全然質が違うし、はい、そうなってくるとやっぱり体にかかる負担も違ってくる、だから頑張って練習を抑えてます。本当に気持ちやりたいやりたいって、はい、いや感覚的にはまだ僕もう高校生とか大学生ぐらいの若い気持ちでいるから、はい、もっともっとやりたいって思っちゃうけどやっちゃったらダメだって思ってやってます。あ、はい、多分今、はい、どの選手も結構チキータっていう技術をやると思うんですけど、はいはい、陳選手も結構試合とかで使ったり、まあ使う時もありますね、うん、チキータをまあ、習いたいけど、はい、バックハンドになってしまうと、うん、はい、キータをする上でのコツとかっていうのが何かあれば、結構そのボールの横を捉えてとか横の下を捉えてその回転に横回転を与えてこう曲がるっていうのがチキータなんですよ、はい、で台上のバックドライブっていうのはボールのこのこれがボールだとしたら真上を取ってそのドライブみたいな、はいはい、台上でドライブするみたいな感じで、はいはい、重要なのはチキータしたいとか台上バックドライブしたいっていうところから入るんじゃなくて、うん、できるタイミングというか適切な判断が、はい、だから別に悪くないと思います。その上回転とか横上回転系のサーブ来た時はそれでいいし、うん、下回転系の時はそれだと持ち上がらないからじゃあちょっと横入れてやろう、うん、でもそれができなかったら別に僕はツッツキでもいいと思います、うん、あ、だって難しいし、そうですよね、やりたいのであればボールの横とかを、はい、うん、取るような感じですね。卓球人生長いと思うんですけど、はい、そのやっぱスランプっていうのが、はい、ありますね、はい、スランプの時の乗り越え方を教えてください。スランプの原因っていうのは人それぞれ多分違ってくると思うんです。例えば、はい、メンタル的な原因でなるスランプだとか、まあ、技術的なところでなるスランプなのかっていうところを、まあ、大きく分かれれば、はい、そこですよね、はい、あとまあその、うん、レベルとか環境によってっていうのもあるんですけど、自分がちょっとずつステップアップしてレベル高いところに行って、はい、でもそうすると周りもレベル高いじゃないですか、今までいるフィールドよりも、だからシンプルに実力が足りないっていうことも、もうまずありえるっていうこと、はい、これも大きくだって、それはでも自分が調子悪いからスランプだって思うのと、はい、自分がただレベルが低いからっていうのはまた別の話なんで、あ、はい、それは自分が弱いだけだって思うってほしいです。まずあちょっと辛口ですけど、はい、レベルの高いところに行くとやっぱ勝てないんで最初、はい、まあこれ一つと、はい、であとその技術的なところで言うと誰しも多分調子いい時はあるんですよ、はい、で調子いい時ってやっぱりあんまり何も考えなくても入っちゃう時あるじゃないですか、ありますね、でその時のイメージのままブン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 こう振っちゃうとか攻めちゃうと、はい、あれなんかこの間入ったのに入んないなで、それって多分調子いい時にこう振ってとか思い切ってちょっと雑になってフォーム大きくなってとかいろいろまああると思うんですよ、はい、力が入ってとか、はい、でも調子いい時それでも入るんですよ、はい、でもそれがちょっと癖になっちゃってというかでちょっとスイングにズレが生じたりとか、はい、形がおかしくなったりとかっていうのが技術的なスランプかな、はい、で精神的なっていうのは今のちょっと似てるんですけども、この間できたのになんで今できないのとか、前調子良かったのに今日はなんでできないのっていうのでちょっとなんかズタズタになっていくみたいな、はい、こんなはずじゃないよみたいな、はい、っていうのがまあ多分いろいろ重なってってなっていくと思うんですけど、はい、でそこで僕が言いたいのは調子がいい時ほど基本的な練習した方がいいと思います。で調子がいい時ってやっぱり何でもできる、はい、できなかった技術も入っちゃったりする、はい、でもそれって本来の実力じゃ多分まだないんで、はい、そういう時ほど基本に戻って地味な練習続ける練習とかしっかりフットワークで動く練習とか、はい、基礎をしっかり高めた方がいいと、そしたら崩れることは少ないんじゃないかなと思いますね。じゃあ逆にこう調子が悪い時ってどういう練習してました？調子が悪い時はあでもそれこそそういう基礎的な練習、まず基礎から基礎からっていう練習をやるのと、はい、うん、休みますと思い切って、最後の方になってきましたけど、はい、今まで着たユニフォーム、はい、いっぱいあると思うんですけど、はい、その中で一番のお気に入りのユニフォームありますか？はい、こ
これ本当たまたまなんですけど、たまたまですか、たまたまなんですけども、はい、これの今着てる僕のシリーズの、はい、本当あの八坂の宣伝だからとかじゃないですよ、はい、これ新しいモデルなんですよ、はい、の今日青着てるんですけども、ピンクが好きなんですよ。あーピンクありますね、ピンクが可愛いんですよ。このシリーズシャツ出しで、はい、あのでまあ首も襟なくてなんで着やすいし、で生地もサラサラだし、デザインがまあいいっすよね、かっこいいっすね。そうでもまあ僕は結構その自分の年をそろそろ考慮しなきゃいけないなと思ってもう30になるんで、はい、僕もともとピンクとか黄色とか水色とかそういうちょっと明るめのポップな色が好きなんですよね、はい、オレンジとかで結構そういうのを選んでユニフォーム着たりとかやってるんですけども、はい、まあそろそろちょっとなんか黒とか落ち着いた色に、そのシフトしなきゃいけないのかなと、はい、いやでも似合いますよね、黄色とかなんか明るい色のイメージ私も新宅選手ありました、はいはいはい、黄色はだからヤサカだったらピンクあったらほぼピンク結構着るし、はい、その国際大会とかナショナルチームで出た時はその、はい、ほぼ黄色着てました、はい、そのイメージ強いです、はい、本当にほぼ黄色着てたんでじゃあ質問は以上になります、はい、じゃあ最後仁卓選手から今後の目標というか、はいはいはい、お願いします、今後の目標としては6月の30日から7月の3日までかな、はい、全日本実業団選手権、あ、まあ、このファーストというチームで今年は大会出るので団体戦出ます。そこでまあ優勝できるように今頑張っているところで、はい、まあ、それが終わったら今年からドイツのレスリングに挑戦することになったので、8月末から、まあ、9月ぐらいから多分チームスタートすると思うので、はい、そこで活躍できるように頑張りたいと思っています、はい、応援してます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ今日は仁卓選手に来ていただいて質問に答えていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。